こんにちは。ちょっと寒すぎるな、さすがに。ちょっと生きていける気がしない、寒すぎて。こんにちは。ちょっと今日は前々から言ってた、ちょっとお部屋を片付けようと。前に次の配信で部屋を片付けるって話したじゃん。だからちょっと今日は片付けようと思う。片付け配信をしようと思う。やる気が出なさすぎる。やばい、本当に。急なことには今部屋片付けしてる。あら、本当。みーの机の上は前見せたようにね、このような感じになっているから、ちょっと片付けないとダメだなって思って片付けようと思います。正直ちょっとだけ眠たい。なんかももちゃんがもぞもぞしてます。ももちゃんどうされたんだろうね。ちょっと片付けをしたいと思う。ダメ、ありがとう。ハートありがとう。片付けてクローゼットに突っ込むことじゃないよ。分かってるよ。まあ分かってるから、ちゃんと片付けするから。この配信で、この今日の配信でね、綺麗になったらいいなって思います。はい、ちょっともう眠すぎて声が出ないんだね。バカみちゃん、やっほーやっほー、星ありがとう、星ありがとう。じゃあまずはメイク道具から片付けていきたいなって思います。ごめんなさい、今ママちゃんと話してて、じゃあなんか焼肉行くって言われた。ちょっと待って、私聞いてない、そんなの急すぎない、私今から片付け配信する言ってんだけどみたいな。いい加減にもしてやめて、私今から片付けするって言ったの。ちょっと急いで片付けします。2は、大体はメイク、よく使うメイクはあのこのポーチに入れてる。ごめん、ちょっと汚いね、ごめん。このポーチに入れてるの、綺麗に見せよう。このポーチに大体入れてるのね。みーちゃんは留守番行くし、みーちゃん行くしね。だからね、ちゃんとあの早くなんか準なんか片付けしてんだよ今。こっちはポーチかわいいでしょ。これ危ない。もう片付けに専念します。ちょっと今から目標何時までに片付ける。今が5時、何分ぐらいだ今。5時15分とかかな、多分20分程度だから、5時、1時間後には終わらせておきたいね。ももちゃん頑張ろうね、一緒に。片付けるね、もう片付けちゃうからね、もうガチっちゃうよ本当に。
本当に片付けちゃうからね。マジで片付けちゃうからみ、ガチっちゃうから、本当に本当にとか言ってね、途中でね意味わかんないことしてんだよ。もういい加減にしてくるし。え、だからみーの片付けってわかる？みーのやり方、みーのマイペースさをね、みんなねそろそろ分かってほしい。みーのマイペースさをちょっと分かって、みーのマイペースさ本当に。こうやってね遊んじゃったりもしちゃうから気をつけような。一旦ぶっこんどくわ、いらないものは。ちょっとあんま使わないものは。あら水色のクマ、ハルボさんありがとう。てかこんなんしてたら時間が。一旦真面目っぽくしとくね、片付けできますキャラみたいな。どういうことって感じだよ。ママからもらった紹介とかしなくていいよね、マジふざけんなって感じだよ。はいはいはい、これママからもらったの、ありがとうママちゃん。魔王からもらったよ。ちょ待って、ミってさよくさ何のメイク道具使ってる？何してんのももちゃん。大丈夫そう？怖い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 。何これ最高っていうのかな。ありがとうございます。すごいなんかポイントが高い高い。ももちゃん何してんの？なんかももちゃんが気になって掃除がなんか集中できない。やっぱこれ似合ってないかやめるね。と本当に片付けるわ、マジでマジでやばい。だってエアポッツマックスを机に置いてる時点でやばい。何って感じだね。ちゃんとこうやってこうやってかけるものがあるな、ここにかけろって感じだよ。なんであんたこそこに、なんでかかってないのって感じだよ。普通にもうそれ私にするのにちょうだい。あげないあげないからミーは片付ける。ミーは片付ける。ゴミ箱ミーも抱えちゃうからね。ミーもゴミ箱抱えてもうどんどん捨てていくからね、いらないもの。本当にふざけない、本当に本当にもういらないものはじゃんじゃん捨てちゃうよ。じゃんじゃんバリバリ。こうやってね使い捨てのスポンジがもう汚ねえよマジで。もこんな見せる配信じゃない本当は。汚ねえなマジで、ふざけんじゃねえ。使ったスポンジは洗ってこうね、どんどん溜まっていくだけだからね。洗わなかった本当に。いらないスポンジは捨てます。これ使わないの。ももちゃん大丈夫そう。星ありがとう。ちょっとお片付け中です。片付けお片付け。みもオーケストラ会話やりたいなって思ってて、じゃあこの前学校でねオーケストラをね生で見れました。めっちゃ楽しかった。使うかな、一応入れとくか。これも使うかな、一応入れとくか。これ使うか、一応入れときます。一応っていうのが大事ですやっぱり。これ使うじゃん。こちら、うわーすごい
なんかアボカド、ん違うね、絶対これアボカドじゃないわ。はい、使うのはもう入れました。出ました、多すぎやろがい。はい、出ましたんで一旦ちょっと一旦ここに置いといて。バラありがとうね、ありがとうね。バラお花は嬉しいわ。なぜか iPad が2台あるよねみたいな、なんでなんでって感じだし、いい加減にもさせてほしい、ね、これは抜くで、カバン、アドル、なんかわかんないけどカバンがあった、なんかノートの集まりだ。ちょっとどうする、本当にどうする。でもね、どんどん隙間が見えてきたよ。むーちゃん何してんの、むーちゃん、なんかさ、こうやってどんどんさ物をのけていくじゃん、で隙間見えていくじゃん、マジほこりえぐいんだけど、もう本当にゴミ屋敷じゃん、やめよう。ありがとう、ウボさんいっぱいありがとう。クマの風船、モーちゃんはどうした、何してんの、こんにちは、生まれてきた子か何かかな、あなた、あかわいい、かわいい寝起きのモモンガ。なんかおはよう、何してんの、君まだ寝てる時間だけどな、うん大丈夫そう、いけてるそれ、大丈夫それ、おもろいね、ほんとこの子ってマジおもろいと思わない、なんか移動してんだけど何をしてんの、もう寝といて、もう私が掃除に集中できない理由って多分これだと思うんだよ。ももちゃん、ももちゃんにね新しいねポーチをねつけてあげたのにもかかわらずね、なんかペットシーツの下に潜り上がるんですよ。あなたの家はそこじゃないって言いながら、怒ったらね威嚇してくるんです。逆ギレひどくない、本当にマジ怖いんだけどって思いながら、なんでそんな威嚇するのとかみーも思う。でいつもギゴ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 ってやめてよみたいな、反抗期やばないとか思いながら、私なんかしたのとか思ったり。そうだよね、本当にねえ、なんかおやつ欲しい時だけそんななんか可愛い子ぶりやがってよ、ふざけんじゃねえよ、本当に可愛いからあげるけど。そうだよ、モモンガの威嚇って調べてみて、マジおもろいから、本当におもろいよモモンガの威嚇。え、それモモンガのアイコンじゃない、ツインカオタン、めっちゃいいねそのアイコン、めっちゃいいわ。飼い主に似てる気がする、どこかだよ、いじりにも程があるだろうって。鼻かゆい、鼻かゆい、ちょっと待ってね、本当にすぐに片付けるから一旦深呼吸。
もちゃん、あんた何してんの？大丈夫？おやつあげるよ。起きてるからね。せっかく。何してんの？変な行動ばっか取らないで。本当に。何してんの？ねえ。何逆さ向いてんのって感じじゃない？お、カメラ目線。何してんの本当に。どこに捕まってん？どういう運動それ？何怖い。ちょっともうほっとくね。ちょっとそっとしとくわ。筋トレ中か。頑張れ。なんかこんなんも出てきたよ。なんで？本当になんで？なんで？もうちょっとやる気出なくなってきた。こんなん見てたらなんか酔ってくる。どんどん部屋が汚すぎてめまいがするわ。そうだよ、リングライトだよ。で何してんの本当に。マジでなんか見たくなくても視界に入ってくるんだよね、どうしても。ももちゃんのその変な運動、どういう運動かわかんないけど、何してんのって本当に。可愛いな。ハートありがとう。私ならできる。大丈夫。何してんの？どこにおってんの？You can do it。 何それ？何イットって、なんならキャンって何って感じだよ。マジで何、英語本当に分かんないから英語でコメントやめて。それもカタカナ、ちょっと読みやすいのやめて、やめてね。本当に追いついていけない。なんかハサミないんだけど、ハサミの入れ物だけあってハサミないんだけど、え、どこ。マジ恐怖なんだけど、それ一番、え、マジ恐怖じゃないみたいな。そうだよ、やればできるんだよ。危ないよな、普通に危ない。笑えない。これじゃないんだよね。ごめんなさい。これじゃないんです。あなたはできる。You can do it。ありがとう。怒り真嗣さん、ありがとう。は
怖い。え、なんかさ、のど飴出てきたんだけど。かゆいかゆい。で、AirPods Max のケース出てきたんだけど、やばい。飛んでってさ、掴もうとしたんだけど、今何が起こったの。普通に、よーももちゃん、新しいポーチだから入ってね、マジで。これにハサミどこ。ももちゃん、そのポーチ入って。それ結構いい値段したから、本当に入ってほしい、マジで。本当に君のためにプレゼント、そのポーチを。おもんがってね、ポーチの中で寝るんだよ。知ってた。やばいやばいやばい、怖い。そうだよね、自分の匂いがついてないと、おもんがってちょっと結構警戒心強めだからね、すぐには慣れないんです。汚い。これ言ってもいいかな、みんなに。なんか死んだ虫がめっちゃいるんだけど、それもこんなちっちゃい虫、死んだ。え、怖い、気持ち悪い。でもこれは私が悪い、私が悪いんだ。マジで汚い、本当にやばい。もう顔隠そう。コメント、この手の隙間で見てるからね、本当に。それは汚い、やめて。がっかり。みーちゃんもポーチの中に寝てそう。寝てないよ。虫飼ってたとかやめて、そういう言い方。うわあ、面白くないよ、なんも。別に何も面白くないからね、本当に。笑えないしね、普通笑えない、本当に。マジで汚い、本当に汚いかも。よくさ、ライブ配信でさ、カエル化の話とか話せたよね、自分。本当にこっちの方がカエル化だっつうの、本当に。いい加減にしてって感じだよ。ごめんなさい。何がカエル化の話かな、本当。お前が一番カエル化だわって感じだよね。うん、ちょっと自分見損ないました、ちょっと。初めて20分経ったけど、いけてる。全然いけてる、いけてる、大丈夫大丈夫。うん、そうだね、掃除してよかった、本当に。この機会にね、うん、ティッシュとかあるし、なんか頑張りません、すいません。なんかあとライトもあっちゃったりとか、うん、なんかどうやって片付けていけばいいかわかんない。やめてね、本当に。なんかミリアの机から虫が出てきたみたいな、本当にやめてね、そういうの。ちょっと本当に、本当にやめてね、みんな。いつのクリスマス、え、いつなんだろう。ちょ、やばい、閉まんない、やばいやばいやばい。焦るな。ごめん、ももちゃん、うるさいよね、ごめんね。その謎の運動なの、さっきから。本当に怖い怖い。切り抜きやめてね、本当に。虫出てきたみたいな、マジで汚いから、本当に本当に本当に
何も面白くないからね、マジで。何してんの？次から次へと。あんた壁登れないよ、言っとくけど。え、待って、怖い。なんか鳴り出したんだけど、急に。君の仕業？え、なんか鳴り出した。これみー、普通に今あのこのね、床にあるなんかボックスみたいなとこにちょっと一旦放り込んでたの、これをね。じゃあね、なんか聞き覚えのある音がどんどん聞こえてくるって思って、床から見たらね、なんか光ってんの、暗闇の中で。何してんの、本当に。何してんの、早く幽霊出てきてよ、本当に。私さ、本当に友達がいなさすぎて泣いちゃうって思って、本当に本当に。え、マジで本当に汚いかも。笑えないよね、普通に。気持ちはなんかカエルかじゃない、カエルかじゃない。大丈夫、みんな大丈夫、本当に本当に大丈夫。おもちゃん、そんな顔しません。寒いのかも、しかして。あんた、じゃあそのポーチ入りなさい。そのポーチマジあったかいから早く入りな、寒いなら。今仕事終わった、お疲れ様、お疲れ様。友達家呼べば片付くよ。うん、だから友達いないんだって。うん、やめて、本当に。地味に傷つくよね、そういうの。やめよう、マジ本当にやめよう。もちゃん、それポーチの入り口分かってるかな。君が今いるとこだよ。そう、いいよ。なんで、なんで、なんで頭だけ突っ込んだの、なんで、なんで。サイポンに片付けてもらえば。てかね、見て、今日ね貼ってんだけどね、マジで違和感やばい。おもちゃん、どうした、どうした、おもちゃん。ママママママ、すごい。や、前髪伸びたね。うん、伸びた。伸びた。あ、てかさ、あのあれ、握手会で着てほしい服とかありますか？土曜日の握手会で着てほしい服とかありますか？あったらなんか候補とかあれば、候補案、案があれば教えてください。かわいいの、うん、かわいいの、やめて、みんなしてかわいいのとか。どういうこと、具体的にお願いしないかも。メイドさん、メイドさん、あの犬のやつ、思いっきり大人っぽい服。そう、それもみー考えててね。パジャマ、パジャマもいいね。パジャマね、パジャマいいね、いいよ。みんなどんどん案出してこう。お気に入りの服、お気に入りの服ね。それもいいね。リターかっこいい、ありがとう。じゃんじゃんじゃん。なに、そんな見つめないで、みーのこと。あの水色のやつ、水色のやつ好きだね、そのやつ。買ったんでしょ、買ったんでしょ。
そのあの水色のやつみたいな買ったんでしょう。楽団やばい普通に。誰かだって思う。あでもね、楽団私似合わないんだ。似合わないんだよね。見に似合わないんだよね。待って買ってないよ。気まずい。あなんか話してなかったっけ。気のせいかってことでちょっとスキップ。ねるねるねるねの魔女の衣装。リップパーカーね。あそれだね。鬼勘違いしてんじゃんみ。お姉ちゃんの私服お出ましたね。お姉ちゃんの私服で最近は考えておりました。チップパーカーか。危ない危ない。あやくもかわいいかわいいとかあるじゃんって言いそうになった。危ない危ない。お姉ちゃんの私服いいじゃん。見たことないけど。お姉ちゃんの私服。お姉ちゃんはね、あのね、一人はねボーイッシュで、もう一人はギャルギャルなのね。ギャルギャルなの。でギャルギャルの方の服を借りようと思ってて、貸してって言ったからいいよって言ってくれたから昨日ぐらいに。そうそうそう。もうちょっと諦めていいかな。ももちゃん、ももちゃん、コンコココンコン、雪だるま。片付けないと焼肉言いかせないけど、やめてよ。そんな言い方しないでよ。やめてよ、やめてよ。ももちゃんだって一緒にやろう。早くやろうよ。もうみやこうやってなんかどんどんこう消えていきたいね。どんどん。あーももちゃん助けて。ちょっと待って、マジで鼻かゆい。やばい。なんでどうやったら集中できるの。確かにちょっと虫が来るのはちょっともう嫌だな。ちゃんとギャルメイクしてね。ギャルメイクできないとか言っちゃダメだ。やるしかない。あーもうちょっとやだ。おかしくなってきた本当に。じゃあやんなよって感じだよね本当に。めんどくさい女の子。ちょっとこれやめて。英語でねえ読めない。これなん Just do it。 何 Just なんかついてるし気まず。 Just だよね。 Just do it って何。読めたけど意味わかんない。本当にわかんない。ももちゃんかわいいわね。一緒に遊ぶ。私のハサミ本当にどこ。今すぐやれってことだよ。いやめっちゃ怖いこと言うじゃん。さっきまで偉いとか言ってたくせに。めっちゃ怖いこと言うじゃん急に。ジャストがドゥイットなんだね。
うん、大かった、本当に大かった。さすがに集中しよう、集中チャンネル。ジップドック類多すぎやろがいい。おママちゃんが何回も何回も部屋入ってる動画。あとうるさいわね。本当に全集中だよ、本当に全集中。エスカレーターしてみない？行く。エスカレーターこう。ちんな何してんのほんまに。はよしよ。すいません。怖っ。休憩タイムじゃないよ全然全く。休憩タイムじゃない、それちょっと気分転換みたいな。なんでジップロックがこんなにあるの、わけわかんなくない。何したのこれ。何からしたらいいの、何してんの、怖っ、ほんまんが怖い、ほんまんが怖い。なんか鏡2個目出てきた。何個鏡あんの、こういうさ鏡ってさどこに捨てるべきなん、みんな教えてほしい。これはさ、でもさ、こういうさ、鏡系はさ、ダメって言うじゃん、よく。よくダメって言うじゃん、ハート作っとこう。鏡系ってさ、なんか、そういうとこに捨てないとなんでしょう。なんかそういうところ。ねえ、もうちゃん。魔王に預けてこようか。マジで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 、なんかもうよくわかんないもん。鼻かいゆ、ポッチャマかわいいでしょ。あんまポケモン詳しくないんだけどね。でもミーイーブイが一番好き、ポケモンだったら。ポケモン GO ね、なんかしてみたいと思う。なんかさ街中でさポケモン GO してる子ちょっと見たいんだよね、いつか。バカにしないよ、友達になりたいなって。なんかさまた目が出てきたよ。なんか研究者みたいな、科学者みたいな人だね。なんかやめようやめよう、科学者だこれもう完全に。多分これはカバンの紐なんだよな、多分多分。確かにここドンキ、何ここ、何どういうとこ、モモンがいるし。配信用のネタでいろんなものを手元に置いてるの違うよ、本当に違う。こういうジップロックってもう捨てていいのかな。なんかいつか使えそういつか使えそうって思ってね、全然捨てないんだよねミーの場合。本当に気まずいぐらいに捨てるか。
最悪。あ、ごめん、ももちゃん。え、怖い。何をしてんの。どういう体勢なの。怖い怖い怖いもん。マジ、ミオポケモン GO 入れてみようかな、マジで。ポケモン GO こうやって しとこうかな、ちょっと痛いもん。ミオポケモン GO こうしとこうかな、いや、やり方わかんないけど、なんかこうかな。え、わかんない。ジップロックって台所以外で使うんだね。使うもんなんだね、ミオも思うけど。タオルはまだ置いといて、これはもうね、ここに放り込んどく。で、これはいるじゃん、置いとくじゃん。で、これ何、一応持っとこうって感じだ。うんうんうん、こういうのね。うん、こうやって入れてね。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。なんかけん玉もあるし、なんかマッキー、なんかめちゃピンある、めちゃくちゃピンあるんだ、めちゃ、あ、ここにもピンあるよ、めちゃくちゃピンある。みーなんかした、本当になんか。この子好き、この子とこの子好き。大好き、この子。マイク出てきた。謎すぎる、どうしよう。落ち着いて落ち着いて。あ、コースターが出てきた。勉強道具があまり出てきませんね、やめて。勉強道具確かにないね、気まずいね。そんな新しいもの、なんでちょっと片付けてから出てくるの。え、それの誰って感じだよ。部屋そんな汚いの。その質問やめてやめてやめて。汚いよ、うん。けん玉2台目あるよ、見て。おもろくない、おもろくない、イエーイ。左の方がかっこいい、これでしょ。いい値段しました。そう、ももちゃん、このね、ここあるじゃん、入り口わかる、ここ行って、こっちこっち、もうちょっとこっち、ママが怒った時の顔、これ。魔王が怒ったらこんな顔するんだよ、本当に。マジ魔王怖い。魔王が怒ったらね、こんな顔するんだよ。怖いよね。こんなね、ね、ぶち切れてくるから。たまに本当にシーサーみたいな顔してね、ぶち切れてくる。怖い怖い。怖い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 って思いながら。
そうだよ、かわいそうだからやめてやめろ。やめてあげよう、ちょっと本当にやめてあげよう。しみんなちくらないでね。もしかしたらこの橋はママが見てるかもしれない。テストの結果言ったの言ってるよ、全然。何言ってる？何点だったと思う？全然さ、握手会で聞いてこなくてめっちゃホッとした。聞かれなくてね、全然。結構スタンバってたの、聞かれるんだろうなっていうの。じゃああんまりだ。ちょっと気まずいよね。あ、そうだね。あ、気まずいか、気使ってくれたのみんな、もしかして。もしかしてだけど気使ってくれたの。48点、ちょっと惜しいのやめてもらえる？ちょっと惜しいのやめて、本当にやめて、そういうの。ちょっと当てに来てんのやめてね。諦められてる。うん、そうだね、諦められてるだよね。53点。50もないよ。何の点数ですか？中間テストの5教科の点数の話してる今。32点。そんな低くありません。そんなバカにされちゃうね。1点じゃありません。まあでも理科0点だったんだけど。あ、違う、それは課題テストだよ。一応言っとくね、かっこ課題テストだよ、それやめてね。5教科合わせて150点。夢だわそんなの、本当に夢。もういい、片付け、もういい、ちょっとやらないとまた虫が集まっちゃうのでやります。テストができる人に優しくできる方が偉い。本当に優しくないと思うんだけどな、み学校でも。どうなんだろうね、優しいの基準が分かんないんだよな、まず。どうなんだろう。でもね、みーのね、給食だけ配られないの毎回、マジでひどくないって。明らかにこれおかしいよね。やめてもらえない、そういうのとか言いそうになっちゃうもんね。給食ぐらい私の分運んでとか思っちゃう。やめて、そういうのって思っちゃうもん。本当にやめてって、やめて本当にって思っちゃうだよね。ダメだよね、やめてよ、やめろよ、やめなよ、やめなよ、やめなよ。まあね、仲いい女の子がね、毎回ね、気づいてくれるからね。好きなブリーちゃん、シンプル嫌がらせ死んだ多分ね。みんな結構学校行けない期間とかあったからね、そういうレッスンとかあった時。レッスンとかあった時ね、行けない期間があったの結構ね。朝からレッスンっていうのも多くて、だからね、もうね、あ、この子は来ないんだっていう印象なのかなって思ってみんながもう、あ、この子は来ないから、もう今日も給食運ばなくていいかなって思うのかな多分。でも今日確か座ってた気がするんだけどな、みちゃんと席に。でもね、明らかにね、周りの子だけなの配られてんの。え、私のはみたいな。さすがにネタに走っちゃうよね。ネタに走っちゃいけないよね、確かに。それじゃん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 、なんか爪楊枝出てきたんだけど。
まただまただ虫、まただよ虫。虫だよ、虫飼ってんのに、まさかのだけど。え、急遽すぎるんだよな毎回。なんていうの、何言って、急遽すぎるんだよな。片付け中にな、ママちゃんがね、もう出るよって口パクで言ってきた今。もう出るよ、口パクで言ってきた。気まずい気まずい、見まへんって感じだよね本当に。申し訳ない。一旦今日はこれで終わろうかな。あ、そうなのそうなの、窓開いてるから入ってくんの。そうそうそう、それ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 、それがね、そうなの、うんうん、声もうるさいな、声もうるさいな。鹿とか入ってきそう、それやばい、それやばい。うちな ESFP やのにな、友達できひんとは思ってなかった。自分でも ESFP やからな、ちょっと友達できるだろうなって思っててもさ、理想と現実は違うかった。気まずいぐらいにあれって思った。本当にね、帰り道一人が一番寂しい、一番寂しい。あれ本当に前のね、中学生の集団とかにね、後ろね振り向かれてね、なんかこそこそ話されてるの気まずいって思って、もうみーはどうしてどうしてやったらいいのって思っちゃう本当に毎回。やめてよって思って、何か言いたいことあるなら言ってきて、本当にやめて。私友達いないのは自分でも承知済みだけどね、わかるわかる。そんなね、後ろ向いてさチラチラ見ないでよって、やめてよチラチラ見るの。友達になろうよって。あ、ランキング読んでいきます。ランキング読みます。はい、13位あきちゃさん、ありがとうございました、ありがとうございます。12位にじさん、ありがとう。11位ちさちゃん、ありがとう。10位わたあめ、ありがとう。よしーさん、間違えた、9位よしーさん、ありがとう。8位片栗粉、あ、片栗粉片栗粉片栗粉や、8位片栗粉ありがとう。7位ぬいたくん、ありがとう。6位ダレルンさん、ありがとう。5位横浜のウルフさん、ありがとうございます。4位ひかりしんじさん、ありがとう。3位てっちゃんさん、ありがとう。待って、てっちゃんさんっていうのはなんか結構癖づいてる。てっちゃんね、ありがとう。2位りんたろうさん、ありがとう。1位はるぼうさん、ありがとうございました。はるぼうさん、ありがとう、ありがとう。みんなみんなありがとう。今日は焼肉でエネルギーチャージして、友達がいないということを忘れてちょっと元気つけたいと思います、自分を。はい、じゃあありがとうございました、みんな。バイ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 。ももちゃん、ももちゃん、バイ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 。ありがとうございました。片付け配信また続き今度しますとか言ってまた散らかってると思います。次の配信も楽しみに。バイバイ、ありがとうございました。